は後半なんですけれども、ママトーク編です。お願いします。お願いします。はい、ゲストは今回もまみぞーさんに引き続きお願いしたいと思います。よろしくお願いします。私自身が今小学校5年生の男の子と、でも年長さんになりました幼稚園に通ってます女の子のね、2人のママなんですけれども、やっぱ子育てしながら、ダンスを続けてるっていうところで、ぜひこのママダンサーさんにねインタビューしていきたいという気持ちもね、あってインタビューしてるんですけれども、まみぞーさんのとこのお子さんはおいくつになりますか？5歳で保育園の年長に。そう、同い年だね。びっくりした。その方同い年なんですって。女の子ちゃんですね。名前の方がティアナです。ティアナちゃん、かわいい。そう、結構インスタグラムの方とかだったら上がってますかね。全然ちょこ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 やってますよね。おしゃれ家族でございますっていうところで、よろしくお願いします。このチャンネル、結構そのダンサーになってさらにママになって両方できるのかなっていうところで、やっぱりこう妊娠の時って私もそうなんですけど、すごい悩んだ時期なんですよね。お腹に命いるけど、果たしてもダンスどうしたらいいのか、もうできなくなっちゃうのか、それともこう少しぐらいなら運動してもいいのかとか、全く知識のないところからやっぱ初めて1人目マタニティーキーがやってきて、今思い返せば、あ、こういうことに時間使えたなとか、あ、こういうふうに過ごしとけばよかったんだなっていうのがね、今わからないと思うんです。ダンス界にいるところから急にギブソンになりました。どうやって過ごしたらいいんだろうっていうね、やっぱ分かんないっていうので悩んだりもしたので、ぜひそのマタニティーキーですね、妊娠中これやっといたなっていうおすすめがあれば、過ごし方だったりぜひ教えてください。どうなんだろう、私やばい、全然参考にならないかも。どうやって過ごしました？もちろんね、体のことだから人それぞれ体調とかね、その状況が違うので、本当に一概に言えない。3パターンを違いに言えないお届けしますので、私は本当に恵まれていて、体調もよく経過もよく過ごせたので。それは1週間ぐらい、1週間だけでもうなんか本当にちょっとこう胃もたれみたいな、胃もたれだるいみたいなやつ、1週間2週間ぐらいちょっとあったけど。眠気とかどうですか？眠いは眠かったと思う。眠いですよね。眠かった記憶がある。まだ寝てんだ嫁って多分思っちゃった。確かに確かに。あ、じゃあ意外と元気に過ごしてた。全然いつも通り普通に生活してた。お仕事ってどうですか？やってました。普通に続けてた。インストラクターのお仕事とかですか？受付とかちょっとやってた。全部やってた。そう。とか、そういう自分が出るのは、妊娠が分かった時に決まってたものまではやってたけど、そこ以降はショーに出たりはしてないけど、そのスケジュール感的には本当普通に振り付けとか演出のツアーもやってたし、わーすごい、ドラマやってたし、 MC とか当時 DJ もやってて、 DJ とかもやってたし。そうか、 DJ はされるんですね。ちょっと DJ はもう手が回らないので、すごい大凶ですね。なかなか賑やかな、全然普通に過ごしてた。賑やかだなって思って、じゃあお腹で過ごしてたかもしれないですね。ああ、それはいいですね。そう、意外とね、元気ですっていう人も結構いるんですよね。そうだ、全然臨月までレッスンしてましたみたいな、生まれる2週間前までレッスンしてましたみたいなね、ママもやっぱちょこちょこいらっしゃるんでね、いろんな対象の方がいるということで、ありがとうございます。続きまして、出産エピソードも聞いていきたいんですけど、自然か無痛かとか選べます？自然。産んだのって日本で見ました？日本。あ、日本でした。そう、いつもインスタ見たら、この人日本にいるのかな、どこにいらっしゃるんだろう。日本にいます。大体います。オファーする時もドキドキしました。日本にいますかっていう。大体います。そうなんですね。日本でご出産を決めたということで、でも都内でね、ご実家もあるということで、やっぱその近くで新宿バリバリとか。そうなんですね。自然でどうでした？一人ね、療養銀はね、どういう形でも安産だったみたいです。すごい。早かった。一人目なのに。そうなんですね。どうですか？立ち会いとかは？サニーさんはしたりしてんの？した。お、サニーさん立ち会いしたんですね。プロデューサーサニーボロ泣きじゃないですか？大丈夫ですか？わかんない。泣いてはないんじゃない？あ、そうなんですね。泣いてたのかな。産んだ時もなんかさっぱりしそうですもんね。でもすごいなんか早く生まれて2週間ぐらい早く予定日に生まれて、ね、友達ともう前の日も友達とご飯食べてて、生まれた日も友達と会う約束をしてたんだけど、朝方発生して病院行って。発生からなんですね。発生したらもう絶対行かないといけないですよね。病院にね。で病院行って、まあ、すぐは生まれないから。なんか陣痛の合間とかに「ごめん生まれそう」とか言って普通に LINE してすごいで呼び出して旦那さんもそうで旦那地方にいたの、大阪にいたの。あ、そうなんですか。そうなんだ。で生まれるよっつって帰ってきて、間に合ったんですか。それ間に合った間に合った。そわそわしたでしょうね。そうでバーって産んでみんなに生まれたーっつって LINE してた。ギャグから思いましたけど、どうでした？初めてティアナちゃんとご対面しましたけど、ふわふわだよね。覚えてるの？もう私は大感動してました。号泣で大感動してました。なんかやっぱこうダンサーとして、ダンサーが世界一みたいな気持ちでずっと生きてきたんで、すごいダンスバカなんですけど、ダンサーが一番こう世の中を楽しくさせてるぐらいの気持ちで、ダンスがエンターテインメントのトップだったんですね、私の中で。一番感動できるものがダンスっていうのを、これを超えるものはないと思ってたんで、感動で。それをやっぱり超えて、命の誕生ってやっぱ私の中ではこう超えてきたというか、それを上回るものがあったんだっていうぐらい。びっくりしました。ダンスが一番だと思ってたのが、あ、子供産んだ、こういうことなんだみたいな。すごい、私感情ないのかな。そんなことないと思います。そんなことない。めっちゃ感動しましたよ。俺も感動したし、すごいなと思ったけど、なんか、出た。いや、どうですか。じゃあ実際そこからね、そこからスタートじゃないですけどね、やっぱそこから子育てが始まっていくわけじゃないですか。思い返してみて、大変だったな、思ってたよりなのか、お仕事もされてたと思うんで楽しく過ごせたのか、どういう感情で最初の新生児育児やってました？まあでも今思えば大変、新生児期が一番大変かな。どうですか、よくね、仕事復帰したいなっていうダンサーの子とかはやっぱ混合にしたらいいんですかとか、母乳だけにしたらいいんですかみたいな、そういう話もね、ミルクあったりするんですけど、もうそれは混合にしたのか、どっちかに振り切ったのかとか、なんかこだわりありました？特になく、混合でどっちも飲める子でしたか。あ、なるほど。やっぱり母乳を出さないとこう乳腺になったり、こうね、痛いことになったりもするし、でも実際ダンスの仕事しますっていう時に預けれないとやっぱダンスの仕事にもいかれへんしっていうので、預ける時はやっぱりね、そのミルクを作ってね、パパとか他のおじいちゃんおばあちゃんでも育児見てもらえるようにちょっとね、そうミルクが飲める子にもしとかなあかんしみたいな話とか、みんな悩んだりもすると思うんですけど、ちょっと話がずれるかもしれないけど、なんかそのなんだろうな、そのやっぱ悩む人って多いと思う。悩みます。悩みますよね。と、なんつうかな、なんかある意味自己中、いい意味でもっと自己中になっていいんじゃない？すごく見てたの、特に日本のママたち。もっと自分の軸で生きていいよっていう、すごい思う。言ってほしいよね、そういうふうにね。なんか結構やっぱりこのママだからこうしなきゃいけないとか、服装の一つとってもなんかママだからこういう格好しなきゃいけない、マタニティだからこういう格好しなきゃいけないみたいな、マタニティウェア10種類ぐらいしか売ってない。なんでそれ着なきゃいけない？ちょっと待って、誰が着んのみたいな。やっぱ洗脳じゃないけど、あ、お腹大きくなってきた、マタニティウェア買いに行こうって言って、マタニティコーナーに行くと、もうそれしかないからそれを着るみたいな。なんか、そんなことは全然なくって、とか、その、母乳一つにしても、もちろんこだわりがあって、その、なんて言うんだっけ、方針で免疫力をつけましょうとか、なんか言われるじゃないですか。私はこういうふうに育てたいから、母乳だけにしたいっていう、それは結局やっぱ自分の意思だからそれはいいと思うんだけど、じゃあ助産師さんに母乳の方がいいのよとか、周りの人にね、家族とか意外と近しい人に言われたりするんですよって言われても、私はこうしたいって思うんだったら別にそれをする。それを一人目の時ね、なかなかできないですよね。もちろんね、命大事に大前提とかね、そのコミュニケーションあってのことだと思うけど、別に情報がすごく偏っている。見過ぎちゃったんですよ。本当見ました。玉ひを全部隅から隅まで読みました。偏りすぎてると思うし、なんかやっぱ大衆の情報。やっぱそのダンスしてる人って大衆じゃない。あ、少数派ですよ。意外と社会で出てたら少数派ですよね。体を動かすとかにしても。結構私はだからアメリカの記事をよく読む。アメリカの記事を読むとこれがスタンダードだよじゃないけど全然考え方違うよっていうのはあったりします。そうそうそう、例えば体を動かしていいとか何周目までは動いた方がいいみたいな。日本って安静第一、まあ、最近はでも少しは体を動かした方がいいとか言う人も出てきてるかな、前は。けどでも私は動くしと思って動くしなんか最初のお医者さんに動かない方がいいよねって言われて、なんだお前何が分かってんの、お医者さんですよね。でもその人のとこはその日限り行かず違う病院に行ったんだけどお医者さんチェンジ、そんなわけないと思って。私もお医者さんでもね、やっぱ違う、私は東京で行ってた方のお医者さんと、あとやっぱ1人目は里帰り出産だったので大阪でもお医者さんに行ったんですね。やっぱね、先生によってもやっぱ言うこと違うと思う。でどっちも私は日本ですよ、日本ですけど、最初の1人目のお医者さんの方は、東京のお医者さんは安静にしようねと、もうダンス踊ってないよねっていう感じでちょっと制度かけられたんですけど、その里帰りで帰った大阪のお医者さんでは、別にね運動してようがしてまいが、なんか 50/50 の流産するとかを心配されてるのかもしれないですけどみたいな、そんなになんかデータとしてもそんな差は実はないんですよみたいな言い方をするお医者さんで、ね、これ海外に行ったらね、もっと最後の方までちゃんと運動は、適度な運動はしとこうね、そっちの方が元気に生まれるよねっていう人もいれば、すごく安静にして頑張ってたけど、ね、天国に行ってしまったっていう方もいる。そう、どっちがいいかはもう本当に人それぞれだから、そこまで気にしなくて大丈夫だよとか、お医者さんに言うことも違うのありますよね。あるある。生まれてからもね、その母乳じゃないとダメとか、こういうのを塗りましょうとかあるじゃないですか。そうそう。とかね、まあやっぱアメリカだと生まれてすぐ連れ出すのも当たり前だし。日本だと1ヶ月ぐらいは家にいましょう。アメリカ行ってもこんなちっちゃい赤ちゃんゴロゴロ歩いてから、そうなんですね。そうかそうか、環境がね違うからもちろん違うけど、でもそういう世界もあるってやっぱ知ること大事かなって面白い。なんかでもいろんな意見がね聞けるのありがたいですよね。過去にね和田静香さんっていう方もね出ていただいて、旦那さんがアメリカ人の方かな、出ていただいたんですけどね、同じようななんか意見もあったり、そうだそういえばしましたね。いろんな意見があると本当にそうなりますね。その時も話したんですけど、じゃあ旦那さんサニさん、旦那様はどうですか、生まれてきてから育児に対してこうすごいタッチをするのか、どういうバランスで育児はしてますか？うちは結構その私が仕事をするっていうのがスタンダードな家庭から、半々本当に仕事量 50/50 みたいな家庭、どっちかが多く働いてどっちかが家をって感じでもなく、同等に働いてるっていうのがベースだから、特に1年目、生まれて1年ぐらいはまだ保育園行ってなかったから、結構こう交代交代で何時まで私が家で何時から3人出かけるから今回チェンジみたいなシフト制でやってた。あ、じゃあもう旦那さんも最初から一緒に、それは 50/50 でもう平等にやろうっていう形だったんですね。そういううちもあるのか。そうだからうちはだから同居だったから、うちは会社員とかだとねまた状況違うと思うけど。そうなんです。じゃあもう旦那さんすごい稼いできてくれるからありがとうございますって言って、もうすごい頑張り屋さん、働き者なんでありがとうございますって、じゃあ家のことじゃあ全部しますみたいな、プラスじゃあ家のこと全部するでダンスもちょっと生かして楽しいイベントで生かしていただきます言うてね、それはそれでねバランス取れてたら全然。そうです。まあ最初はねありましたよ、若干なんかなんか何にもラップしねえなみたいな、やっぱ一人目の時は特になんでこんな関わってくれないんだろうっていうもやもやね、全然なかっただけじゃないですよ。一人目の時はありましたけども、今もう結婚しても10年にもなってね、2人目ももう5歳になって、上の子10歳になりました。10年目にしてようやくなんかお家のね家事とかもちょっと手伝ってくれるようになって、やっとこさ私皿洗い 大嫌いなんですけど、そう皿が大体たまりがちなんで、皿洗いだんだん流してくれるように今なってきてる。大成功だよ。よかったよかった。一人目の時のモヤモヤはもうだんだんなくなりました。お互い成長しました。だから自分が保てたわけでしょ。私は皿洗いはしたくない。どうしても自分にうまく周りが合わさって。そう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 。もうワンちゃんとかも大きいからなんか手伝ってくれますね。そうなんです。いろいろやってくれてっていう時が来るからね。本当にモヤモヤしてる子だんだん一緒に家族になっていきましょうということで。やっぱりね、ダンスも続けたいし、でもやっぱりこう家庭も持ちたいなって思ってるね、女性ダンサーちゃんも多いと思うんですけれども、やっぱそこで疑問になってくるのが、いや子供産んでさみたいな、その後また踊れるような体になるんですかっていうところがね、ちょっと気になるかなと思うので、どのように仕事復帰できていったのか、50/50で仕事もねしたって言ってましたけど、どんな感じで仕事復帰ができるんですかっていうところをちょっとお伺いしてもいいですか、うん、体的な、そう、体的に大変なことになるでしょう、だとびっくりするぐらい腹筋ないよね。そう、あらゆる筋肉が一回ゼロにリセットされた。笑ったもんな、私。じゃあ、産んでベッド移動しましょうって言われて、はい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 っつってこうやって起きようと思ったら、あれ起きれない、あれあれっつってちょっとのよいしょが動かない、あれみたいな。筋って本当になくなるの。顔も見ちゃいますから。びっくりしたので。何かしたことありますか？トレーニングじゃないですけど。ちゃんとやればよかったっす。ちゃんとやればよかったっす。関してははい。ちょっと産休で結構普通に6本ぐらい持ってる。6本も大事なんですね。で産休にして戻してだから、レッスンしつつリハビリ。みたいな。ああ、同時並行で、それは産後何ヶ月後ぐらいから、仕事復帰しますっていうのはあったんですか？2ヶ月、うん、2ヶ月半ぐらい。すごい早くない？ 2 ヶ月で復帰できるんですか？人間ってすごいね、復帰できるって。まあもちろんその2ヶ月目が100ではない。ちょっとずつ始めていくってことですよね。会社とかもそのダンススタジオか。とかはもう全然その産休が取れたんですか？産んだ後ウェルカム感というか戻っておいでっていうのは、そうそうそう、あったんですか？レッスンは比較的そのノアって大きいスタジオ、ノアスタジオ、そうかそうかは結構長い先生が多くて、そのまま15年ぐらい教えてて、あ、そうですね、もうベテランの先生がで結構若手からベテランまでいるから、結構その産休取って戻るみたいなパターンが、ああ、もう先輩でもいらっしゃったんですか？あ、いい環境ですね。あるし、まあ EXPG とかも戻るんでつって。そうなんですね。やっぱその後戻りやすい環境があるっていうのがいいですよね。その後職探しどうしようってやっぱり一回こう会社辞めたってなるとまたね戻るのが大変だってするじゃないですか。じゃあいいですね、そうやって。やっておいでよって言ってくれるスタジオが、ね、あるっていうのはいいですね。その前にそういうレッスンとかこう柱、その信頼関係のあるダンススタジオで一回レッスンをこう持ってるっていうのもじゃあ大切なんですね。そのレッスンに関してはその産後もやりたいとかあるんだったらやっぱ3000にやっとく。土台を作っとく、レッスンのレギュラーを持っとくっていうのは大事ですよね。そうね。そう、私レギュラーレッスンやっぱ持ってなかったんで、ワークショップで単発をやってたんですけど、だからこういざ産後レッスンじゃワークショップとか自分でじゃあやろうってやった時にうまくいかなくて、そうなんですよ。自分で復帰してやってみようってこうレンタルスタジオとか借りて、じゃあレッスンやりますって急に言ってみたんですよ。それまで毎週レッスンなんて持ってなかったのに、急に産後やりますって言い出したら誰も集まらなくて、そうなんです。プレイヤーがやりたかったから、インストラクターの仕事をやっぱ避けてきたんですね。やりませんじゃないかと。やっぱそれをね10代20代でこう。やっとけばよかったなっていうのは今一個後悔としてあるんで、それ一個ね、なんかレギュラーレッスンとかで、まあ、生徒さんとの信頼関係だったりスタジオさんとの信頼関係を動ける時にちょっと積み重ねておくっていうのは参考、戻れるのかな、戻りやすいかなっていう一つの方法でもありますよね。なるほど、ありがとうございます。どういう、ね、仕事をしていきたいかによるとはね。抱っこ紐使ってなんか赤ちゃんこれ抱っこひもつけたまま踊るみたいなことがやってた、やってた。子供がうちの子がちっちゃい時はやってた。ね、あれすんごい可愛かった。渋谷かどっかで抱っこひもダンスみたいなのもね。ああ、あれもね、あれは呼んでもらったやつだけど、自分でもやってた。うん。すごい可愛い感じ。なんか写真あったら後で素材ください。インスタにあります。最後に子育てもね、ダンスも続けていきたいなという方へ、アドバイスやメッセージあればぜひお願いいたします。子育て&ダンス。悩んでる人も多いと思うんですよね。やりたいことやったらいいと思う。が、そのやれる環境を作るのは自分です。人に期待しない。誰急にこれをやりたい、これをやるためにはどういうふうに時間取ったらいいかな、どうしたらいいかな、子供を預けないといけないな、預けるとこ探す、ない絶対ある、どうにかなるどうにかなるんですか何かしらある。例えば豆蔵さんだと旦那さんとそのちょっとスケジュール調整だったりで、ご家族のご協力もあったりしますか？うん、もちろん。今は保育園に、基本保育園でも本当に保育園様々ありがとうございます。保育園がなかったら私は生きていけません。はい、っていうぐらい保育園は本当に私はめちゃくちゃありがたく活用させてもらって、でとってもいい園でうちの子も楽しく毎日行ってるから、よかったですね。うん、ありがたく心置きなく仕事ができるっていうのももちろんある。うん、子供ちゃんのね、笑顔が間違いないじゃないですか。やっぱりその預けることがちょっと最初辛いなとかかわいそうかなっていう感情にもね、やっぱなると、私も一人目の時泣きながら預けてたあるんですけど、でも意外とね、これが団体保育に慣れてきたらね、1年2年後にはもうちょっと遅く迎えに来てください。そう、めっちゃ言われる。なんでもう来たのとか友達がねできると、やっぱりこうパパとママももちろん愛してくれてるけど、意外とね楽しんでますよね。そう、楽しんでる。まあおじいちゃんおばあちゃんうちだったら、おばあちゃん私の母親も都内にいるのでお願いすることもあるし、あとちっちゃい時は一時保育、はいはい、ありますね。とかもやっぱりなくはないし、なんかスポットでね、その時間だけ預かってくれるやつですね。ちょっと地域によってもしかしたらね、地域差あるかもしれないけど、自分がこうしようってもう地区の芯があったら、どうにかなるならない時もあるけどなんかね、気持ちがこう強そうですもんね。そのこう悩まないというか、もう自分を軸にちゃんと決めれる強さを持ってるのがね、じゃないとその倖田來未さんのオーディション受かるっしょっていう感じで受けに行かないですよ。受かるっしょって言わないですよ。受かるんだっていう気持ちね。結構多分自信ないなっていう人もね、視聴者さん多いと思うので、ぜひね、なんかこういうのも出てほしかったら、なんかね、元気になりますよね。自信持ってほしい。みんな素晴らしい。みんな頑張ってる。本当に。私もそうだったんですけど、やっぱ子供が先、私がとみたいな感じでどうしてもね、自分のやりたいことを後回しにせんなあかんのかな。この子のサポートも次やみたいな感じで、でも結局苦しくなって今ダンスやってるんですけどその分やっぱり子供にもね、コミュニケーションちゃんと取ったりとか、一緒に入れる時はそう、インスタグラムみたいなね、もう可愛い娘さんとのいろんな可愛い写真もねあるんでね、心がけてる。まあでもね、もっといろいろさせてあげたいなっていうのはあるけどね、習い事だったりとか。そうなんですね。まだ小さいですけどね。そうかそうか。でも何でもこう、もうママがいろいろ教えられそうな感じのスキルを持ってますけど、英語もありてるやろし、ね、ダンスもアクティブに。なんかパパもママもダンサーってね、なかなかね、ありますなかなかね、うちでもいるんですよ。自分の幼稚園で、その、パパの方がダンサーさんっていうのがいるんですけど、やっぱなかなかレアなので、そう嬉しい。だから私はね、ダンサーさんとやっぱ喋りたい人なんで、ダンサー大好きな人なので。そういうしっかりダンスの活動も、子供産んでもそんなちゃんと自分の軸持ってダンスやってますっていう人、どういうふうな価値観持ってんねやろなと思って気になってたんで、なかなか自分にはないものを持ってるね、やっぱり方だったので嬉しいです。聞いてて大丈夫ですか？基本全部情報はインスタにあります。なるほど。インスタグラムの方ではぜひ説明した概要欄の方にね、インスタグラムの方載せておきますので、ぜひ豆蔵さんね、気になるなっていう方はそちらの方飛んで見てみてください。みんなで元気に幸せに生きていきましょう。はい。ありがとうございます。豆蔵さんでは、今回の対談以上となります。ゲスト豆蔵さんでした。ありがとうございました。